皆さんこんにちは、ワナレグルイシです。では今回は信長の予防大使光秀プレイ続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、秀吉を中国地方にて撃破、秀吉を含むその家臣団を取り込んだというところで、各拠点にですね、主だった拠点にはなるんですが、その優秀な秀吉の家臣団を割り振りました。まあ、例えば東の最前線にあたる大垣城、ここには、黒田官兵衛を入れたりとか、あとは長浜城にはそもそも秀吉を入れたりとか、ある程度各拠点で戦力が整うように優秀な武将を配置したというところまで少しだけ進めています。でこの先なんですが、本当はね、甲斐の滝川を潰したいんですけど、なぜかというと好きな武将の前田慶次がいるのでというところなんですが、なかなかそれが叶いそうにないので、やっぱりここはね、機内一帯のさらなる鎮圧ということで、紀伊、伊勢、この辺りにね兵を進めていって、その後、勝家、家康と潰しながら東進を行っていきたいかなというふうに思います。でも西側はね、上層壁と毛利ががっちり固めてるので、まあ島津が少し怖いかなというところはあるんですけど、もうここに関しては西側に関しては介入を一切しないという方針でいきたいと思います。で、おそらくですね、島津に何もできないと思うので、島津が接近してきたらね、島津に対しては吉見を通じておきましょう。で鈴木家なんですけど、これ ひねりに潰してしまってもいいかなと思いますので、兵糧が入ってきたら、この鈴木家に関しては潰しにかかりましょう。まあ、とにかく今は兵糧が全くないので、兵糧がね入ってくるのを少し待ちます。兵糧が入ってきたら、今見た鈴木、織田、この辺りを潰しながら進めていきましょう。純慶が死んだな。おっと、細川家との親善ができないほどに金がなくなってるな。報告いたします。この金のなさも困りものだな。1931、まずはそうは言っても商業のところはどうしてもやっておく必要があるんですけど、金がないね。マジで金がないな。どうするよ。プラス89。話にならないな。足軽のちょっと雇い数を減らしますか。それで金が少しでも貯まるような運用に変えていかないときついかな。報告いたします。先月の収支でございます。一旦ねここでご命令よ。戦時体制を解くというのでも、まあ、もちろんいいはいいんですけどね。かしこまった。あとは労力を使って、やっぱ五条なんだよね。言ってもここは一大拠点は。で金が35。話にならないな。少しやっぱり足軽の徴用数を減らしますか。でその上で細川家をやっぱり取り込みたいんですよね。戦わずして、光秀自ら、さらに秀吉と、この辺りは無双だな。これにて表情を終える。で大規模開墾、さらに真下長森からは領主数増加。まあ兵糧もね全くないので、の基礎力を上げるっていう意味では本当に兵糧とお金が欲しいですね。
で、兵糧は確かに6万入ってくるので、次のターンでね、しっかりやれば。報告いたします。先月の収支でございます。金がちょっと支出と収入のバランスがおかしいな。まあ明らかに足軽の雇いすぎなんですけど、もう戦時体制を解くというわけにはいかないので、どうしたものかな。まあやっぱりここは一気に鈴木家を踏み潰すのがいいかな。国力に差ができすぎるというのも少々問題なんで、大地震か。まあ、地震ばっかりはしょうがないな。さらに凶作？いいことがないね。先月の収支でございます。さあ、まずは、進出をしていない、できていないというところは、しっかりしておきたいので、先に姫路に進出。で、さらに農業系も入れられるところは入れておきましょうか。かしこまった。でだ、こっからだよね。兵を起こす前に一旦獲得した新しい拠点付近では新設しておこう。清正、あと傭兵も欲しいからな。秀吉、まあ、わざわざこんなところまで出張っていくのかというのはありますけどね。術、押し光、まあ、ここは優秀な武将に率先してやらせりゃいいでしょう。ここは一大拠点に作り上げていきましょう。金がないか。では、こっから、戦線を布告していきたいんですが、まずは、岐阜の岳。これを潰しにかかろう。敵味方、どう動くかだな。お見せしよう。まあ、家康は信孝につくよね、勝家も。もうこの辺りはほぼ史実通りだね。で、味方は鈴木、毛利。だけ？長宗我部はどうした？まあいい。そうなると、岐阜の織田を潰したら一気に、清須の織田、岐阜の織田と殲滅戦に入りましょうか。で、兵糧があるうちに、もう一気に決めましょう。岸和田城。数は知れてるな。あんまり大軍を動かす必要もないからな。ちょっと編成を見直します。部隊数はそのままにしたいので、まず光秀の部隊を2000まで減らす。左近も1400まで減らす。で、秀長の部隊も半分の2000まで減らす。で、利光の部隊もちょっと減らすと、まあ、こんなところでいいかな。兵糧の消耗が激しくなるだけなんで、一旦岸和田城これで潰しちゃいましょう。援軍も来ないでしょう、岸和田には。使いの者が来たようです。で、兵糧44,300受けよう。ありがたい。待機する。この4万の兵糧を使って先月の収支でございます。先に清須の織田家を潰すっていうこともできるな。これにて表情を終える。耐震補修、まあ確かに地震のダメージ大きかったですからね。今できることからやっていきましょう。
で、地震は何だったの？耐震だね。農業系だ。これすぐ入れよう。大勢力交渉有利大。これはいらないな。エコード増加。これは欲しい。まあ、金がないんですけどね。そうすると、三井での軍を一旦開閉。いや、違うな。ここは、一気に、開戦していこう。宣戦布告。キヨスの織田家。軍略さあこれは家康が織田につく、滝川も織田につくと、細川もつくか。さらに長宗我部もついてくれてるね。となれば一気に合戦に持ち込もう。行きますまずは御所へ侵入。さらに今だと兵糧それなりにあるので長野城も、うわーでも長野城わけべ3万の軍か、これ無理だな、勝ち目がない。となるとちょっと行軍の経路を考える必要があるな。先に鳥羽あたりまで進出する。秀吉2万、さあここは一気に。おお、小六が死んだか。86年、小六の死亡は痛いな。数正も死んだね。報告いたします。先月の収支です。いやー、兵糧の消耗がびっくりするほど激しいわ。さあどうなる？清須の織田家との決戦、ここは自ら、動かしましょう。相手の陣容もわからない部分はありますが、どうする？敵の方は有力武将でいうと前田慶次が入ってるね。その他はこちらの方が有利でしょう。神戸、宇治里、秀政、正則入ってますからね。さあここはなんとか勝ちたい。完全なる野戦だな。どっちが陣をどうという話でもない。となれば引っかき回したいな。まずは秀吉は早掛け、早掛けはいらないな。おうち忍び身、これは欲しい。修羅となりて敵を。で味方の方は秀吉が騎馬、秀政が鉄砲以外は普通だな。まあ、このまま一旦敵の動きを見極めましょう。手柄を立ててみせようぞ。いや違うな、ちょっと陣を前に出して山の上まで進めたいね。いや敵が山の上にもうすでに陣を張っている。さてどうしたものかな。始めるぞ。ご命令を。覚悟は良いか。まあ、武将の質量では勝ってるものの、兵数では劣ってるので、まあ、これがどう出るかですね。分け部隊が、まあ、どうかというのもあるしな。敵と接触するな。これが我が策にございます。ご命令を。始めましょうか。ここからはちょっと慎重に。始めるぞ。
A を進めていきましょう。始めるぞ。この策で参りましょう。ゲチオ、まあ、正則、官兵衛、この辺りが機能さえしてくれれば武将の質っていう意味では圧勝できる陣容ではあるはずなので、さあ刑事がやってきたぞ。刑事がやってきた。これはかなりきついな。刑事が秀吉のちょうど正面に出てきてるんで、さてこれがどう出るかだな。まあまずは刑事を囲みましょう。始めるぞ。ゲチオ、始めるぞ。この策で参りましょう。みんな気合を入れろよ。命令してくれ。ゲチオ、滝の目線。ゲチオ、ま、覚悟しておけ。敵に囲まれないというのは絶対条件なので、この手で天下をつかむんじゃ。今だ、離せ。よし、まずは一部隊改装させたね。信兼の部隊だ。であとはこのまま一気に刑事も敗走に追い込みたい。そうだ、その通りだ。で秀政は鉄砲打ちかけていこう。足止めさせて鉄砲でなぎ払う、まあ、理想的な展開ではあるな。格の差、思い知るがよい。お命令を。刑事を改装させれば、戦況がだいぶ良くなるはずなんだけどな。よし、刑事改装したね。グハ、こっちも改装するぞ。一進一退だな。始めるぞ。撃て。決めちゃわないとちょっときつくなるな。のさ、思い知るがよい。策がございます。我が覚悟。秀吉をちょっと救援に向かわせるという手もあるんですけど、我が策にございます。ここはこのターンで決めるっていう気持ちでいかないとちょっと支えきれないかな。さあ行こうぜ。悪いがその首。で右翼の方はちょっと下げましょう。かといって秀吉を前に出すわけにはいかないので、さあ味方も階層が出たね。さあどうする。なかなか一進一退のこの状態をどうにもできない。山崎隊は一旦下げて回復しましょう。ご命令を。覚悟は良いか。分け部隊をこのまま撃ができれば一番いいね。ちょっと福島正則も分け部隊の方へと兵を振り向けましょう。覚悟しておけ。秀吉もこの際ワケベに突入だな。引っかかったな。油断したか。この戦これからぞ。敵の居所を掴みました。よし、ワケベ隊敵の大将を改装させ、このまま一気に壊滅まで持ち込めれば、この合戦野戦は勝利できるんで。よし、決まったな。敵の大将を撤退に追い込んだので、この戦いは勝利。
これで敵の軍勢3万を撃破したので、かなりでかいですね。まあ、捕獲武将はいらんでしょう。一旦解放する。でだ、秀吉の軍勢はこのまま長野城へと取って返そう。まあ、2つ3つと城は取りたいね、兵糧が持つ限りは。ただ兵糧だね、やっぱり兵糧が全くと言っていいほど足りないんで。報告いたします、先月の収支です。金と兵糧、この辺りを、まあ、うまく融通を利かせていかないと厳しいかな。やっぱね、五所なんだよね、五所。久喜義か吉高隊、まあまたワケベ隊が来てるけども、これも撃破可能でしょう。五所をまずは取った。で、五所取った部隊、これで一気に松ヶ島まで進攻します。1万3000の軍か。まあ、実際そこまで兵は集まっては来ないでしょう。兵糧7万4000を追っちょうともらい受けよう。これで一旦兵を引く。戻るぞ。戻ろうか。まあ城一つ取って兵糧7万手に入れたんで、まあ、戦いはだいぶ楽になったはずだね。死にたかった。で、次しばらくすると今度は岐阜の織田家との間の停戦が解けるので、そしたら兵を再び、岐阜の織田家に向けましょうか。お、カズージがなんか働く気満々だな。あとはまあ微妙だけどこれでいこう。計りごとならば御用商人すぐにやりたいですね。鉄砲無限に欲しいんで。城下町支援も入れて、さあこれでこの次の、おお、王道だね、ハルプサー。あと強国、岸和田城は確実に取れると思うので、この後の動きを見ておくと、ちょっとね、画面をくるりんと変えて、あの大津、長野、松ヶ島、鳥羽と取ってしまいましょう。で、家康と国境を接する尾張まで進出を果たして、勝家との戦いへと舵を切っていこうかな。心配なのが島津の動きなんですが、まだ島津と何することもできないので、一旦じゃあここで終わりにしましょうか。この続き次回は、一気に織田家殲滅を図っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。